マルチウィンドウというアプリでスマホの画面を上が2つにして、上がシンプルノートっていうアプリに記事をまとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。ゴキブリは人間に換算すると時速を300キロ以上で走ると言われています。その秘密は素早い足の動きで1秒間に約30歩も進みます。足の回転数はなんと他の昆虫の4倍ほど。なぜここまで高速、超高速回転できるのか。ゴキブリは他の昆虫と違い、身を守るために足の筋肉を発達させてより速く回転できるようになったと考えられます。ゴキブリの生き残り戦術なのです。能力、その2、スイミング。ゴキブリは後ろ足でバランスをとり、他の虫足で水をかくことで泳ぐことができる。泳げる理由は体の仕組みにもあります。ゴキブリには胸に2対2対、お腹に8対の肝、呼吸をするための穴があり、ここから酸素を取り入れていますが、体全体がワックスで覆われているため濡れても水を弾くので、気門の中にほとんど水が入りません。そのためある程度ならば水の中で呼吸をせずに泳ぐことができるのです。ゴキブリの足の先や途中の部分には触板と呼ばれる吸盤のようなものがついています。この吸盤のおかげで壁や天井を自在に移動することができるので、足の速さ、スイミング、クライミング、ゴキブリはどれをとっても運動神経抜群の生き物なのです。超敏感、危険を察知する微毛とは、微毛で危険を察知できる。ゴキブリはなぜ逃げ足が速いのか。ゴキブリの逃げ足が速い理由は、お尻にある5ミリほどの微毛、無数の細かい毛でわずかな空気の流れを感じ取ることですぐに逃げることができる。ゴキブリの逃げ足が速いのは微毛によって瞬時に危険を察知できているからなのです。叩いても死なないゴキブリのしぶとさが人類を救う。一体どういうことなのか。ゴキブリのさまざまな特徴。体重、自分の体重の900倍の衝撃を与えられても全くダメージを受けない。丈夫な外骨格を持っている。非常に柔軟性のある筋肉でつながっている。約3ミリの隙間があれば体をねじ込んで通れるという骨格構造。柔らかいポリマー樹脂で作られた骨格、外骨格が外側に広がり、上から圧力が加わっても地面につく足を備えたロボットを作ってゴキブリを手本にして開発されています。ゴム、ダンゴムシのような見た目ですが、半分に潰れても正常に移動できます。そのため自然災害でビルが倒壊した時にロボットを小さい隙間から入れて救助活動をさせるなどの活躍が期待されています。消化器官の中に第二の歯がある。ゴキブリや雑食のため肉や野菜などの食べ残しが骨のような硬いものでも食べます。ゴキブリは消化器官の中にも歯のような突起があり、咀嚼することができます。この咀嚼の力により貴重な食料から逃さずに栄養を取り生き延びることができるのです。
ゴキブリから新たな抗菌物質。汚いところでも生き残る能力が人類を救うかも。ゴミ捨て場や排水溝にいるゴキブリはなぜ病気にならないのか。病気にならない理由、頑丈な殻、皮膚で細菌の侵入を防ぐ。病気にならない理由に抗菌成分が体を覆っている。腸内細菌が抗菌物質を作り出す。病気にならない理由4、脳内で抗菌物質が作り出される。このようにゴキブリは何重ものバリアを張ることで細菌から身を守っているのです。そんな細菌から身を守る昆虫の特徴は多く、細菌から身を守る特性は新たな薬などを作る昆虫テクノロジーとして注目されています。病原菌の中に従来の薬が効かない耐性菌が生まれる割合が増えてきたとも言われています。そのため、常に新しい薬が求められています。ゴキブリに大腸菌や黄色ブドウ球菌を投与すると、それらを死滅させる抗菌物質が作り出されます。その後の研究は必要ですが、感染症の特効薬として人類を救うことができるかもしれません。ゴキブリのおかげで耐性菌に対抗できるようになるかもしれません。